は。こんばんは。あいこじの配信が面白かった。変なことしてた。こんばんは。ミュージカルしてました、あいこじが。こんばんは。いつも面白い。すごいね、さすが。今日食後に家族でクラコン見てたんですけど、あいこじとパセリとあやぱんとリコチの回めっちゃ面白かった。あやぱんがさ、面白すぎてずっと笑ってた。私、こんばんは。メンバー名を聞いただけで面白そう。いや、すごい、あやぱんってすごい素で突っ込みたくなるところが多くてね。結構見るんです、家族でクラコンで。あいこじのあのゾンビぶりっ子早歩き選手権もめっちゃ面白くて、あいこじもすごいよ。リコちゃんももちろん面白いし、パセリもさ、あのラ面白かった。すごいんだけどさ、キャピキャピ、今日誕生日なの。お、さきちゃんお誕生日おめでとう、おめでとうございます。めっちゃ良かった。でやっぱあやぱんのなんか濡れた靴下を履く前のポージングが一番面白かった。面白すぎてめっちゃツボに入ってた。1分ぐらいは笑ってた多分。夏のツアー一時申し込み期限あと少しね。59分までですよね。もうちょっと。おすすめはどこですか。おすすめ難しいな。おすすめ全部おすすめなので、まあ、難しいけど、なんかね、全員で出られる場所とかさ、そう、場所によって違ったりするじゃん。なんか場所の会場の大きさでなんかセットも変わるというか、そうそう。だからまあ何回来てもね、いろんなステージングで面白いってことかもな。着るとこ選んでたら全部になっちゃった。マジ？イエイイエイ。そうそうそう。今日の TikTok も良きでした。お、そうなんです。載せましたので。
ぜひ見てください。そうね、スタンディングとかスタンディングじゃないとかあるから、自分に合ったところとか行きやすい日時とかもありますけど、そうなんです。髪の毛ウエッティ汗かいたのかな。今日はツアーの練習とスタジオの練習があったので。でも濡れてはないよ。お待ちしてます。申し込みあともうちょっとですよ。ティンティンティティンティティンティンティティン、こんばんは。スタジオのおかげで今週の仕事頑張れる。あ、ほんと？こんばんは。8日ね、久しぶりにね、スタジオのフル公演だから、なんかあのダンスパートとか、ヘタレタチオの6人バージョンとか久しぶりにやった。ツアー2日目以外投げたので全部当ててください。2日目は来れないの？おしめのデートか行こうと思ったら全公演だった。イエーイたくましくなった、たくましくなった気がする。あのボーリングでさ、腕がね、なんか太くなった気がするんじゃけど。やっとフラッシュ見ました、ありがとう。そうそうそう、ラワーも近くなった。申し込みのページだけど SD ってカメラ撮れる席。そうなんです、ぜひぜひ。九条ネギエビせんべい買えたよ。お、食べたらまた教えてください。このみちめちゃ可愛い。ほんと？でも眉毛しか描いてない。眉毛とリップ、神戸2日目道目的で申し込みました。ありがとう。違うポジションやるので、1日目と2日目でね、お楽しみにです。全部の曲じゃないけどね、全部投げたので全部開けて、オーケー。ギリギリで申し込みしてきました。お、ありがとう。フラワー全部いく、もうすごい。3個あるからね、私。そのために急遽スペサポ登録した。うわ、スペサポありがとう。スタバのレモンケーキ飲みました。お、いいね。こんばんは。神戸2日目悩んでる。悩んだら行こう。悩むのなら行こう。悩むときは。フラワーの声ラジオトーク中心ですか？まあいろんな、そうですね、 STU で言ったらそうかも。フラワーフェスティバルはフラワーって略す派？フラワーって言いますね。渋谷は人気あるかな。ねえ、みんなで出られるからその分来てくださる方も多いのかなって思ってます。インタビュー読みました。ありがとうございます。
神戸に行こうべ言ってない、いいねそれ。FF ね。今週の声でヒッピーさんじゃなくてメンバーさん、そうヒッピーさんがね来られないということで、いつもと違う水曜日になりますね。それ聞いて今日が終わる前に神戸初回申し込んだ、ありがとう、みんな待ってるよ。東京しか行けない方もいると思うから激戦区よねきっと、うんかなって。緊張する、まあ緊張するよ。あと5分ほどですペサポ先行締め切りですね。そうそうなんです、23時59分まで、うん、うんうんうん、亀戸席で激写します。おちょっと可愛く撮られるように練習しとかんと。名古屋に亀戸席なくて、あーそうですよね、会場的にとか。今2日目申し込んできたとは、うわあ、ありがとう、嬉しい。お待ちしてます。あとちょっとだよ、あと3分くらい。神戸をつかみ昼投げたけど、それなら1日目の夜どうしようかなの気持ち、来るべし全部来るべし、うん、私はさ全部出演させていただけるので待ってる、だから全部待ってます。誘惑に負けて投げてきた、みんなありがとうでもその分満足させられるように頑張るから、頑張らない、楽しむ、出ない人の気持ち考えて。そうです、だから枠、限られた枠の中で全部出演させていただけることはとてもありがたいことだからこそ頑張る、頑張るじゃない、そうね、みんなの気持ちを背負ってではないですけど、そうね、本当はみんなで全部出たかったけど、その分も、そうそう、
皆さん楽しみに待っててね。誕生日です。13位明日への扉さん、12位透き通る気持ちさん、11位エンパワーメントさん、10位 Q さん、9位ヒョさん、8位キミさん、7位ブルーさん、6位ジノラゴさん、5位テリーピーさん、4位ホジェさん、3位坪井ゆうすけさん、2位マサさん、そして1位はドルルンジちゃん、サッカンさんでした。ありがとう。変わったね。13位シロニツカイさん、12位キミさん、11位ギルスさん、10位ブルーさん、9位フーさん、8位キューさん、7位テリーピーさん、6位ナイスツーネキさん、5位ジノラゴさん、4位ホジェさん、3位マサさん、2位坪井ゆうすけさん、1位ダッカンさん、ありがとう。22位カーデンさんでした。ありがとうございました。またお会いしましょう。